さっきはよくも舐めた真似をしてくれたな。義乳隊長自ら制裁を。なるほど、あいつか。そうなんですよ、妙でしょ。愚か者め、スカウターの数値だけを見ているからそういう間抜けな目に遭うんだ。おそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げるタイプだ。俺の見立てではあいつの実力は戦闘力6万。6万？そんなサイヤ人は聞いたことが。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。よし、行くぞベジータ。おめえはもカカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらくいけば2匹とも潰し合ってくたばって。思い知らせてくれる。アーバよカカロット。ベジータ、行くぞ。こっちと戦わせておいて、その隙にドラゴンボールを手に入れようって考えたな。スワッ！柱をへし折ってやろう。スーパーサイヤ人なのか！
確かベジータもそんなこと言ってた。何のことかさっぱりわかんねえけんどよ。スーパーサイヤ人、伝説の最強戦士。なあ、なんということだ。フリーザ様がただ一つ恐れていたスーパーサイヤ人なのか。さあな。けんどよ、俺は無駄な戦いはしたくねえんだ。悪いことは言わねえ。おめえたち、この星から消えてくれ。なんだと？貴様、本気か？本気だ。無意味におめえたちを殺したくねえ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか。貴様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだな。だが少なくともこの俺様よりははるかに強い。なぜ笑う？チェイス、俺のスカウターを持っていろ。何を気に入ったぞ。貴様のその強い体を。チェーク！なんでオラがそこにいるんだ。交換させてもらったぜ、貴様と俺の体を。ギニュー隊長、スカウターを。おう、よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。あいつが自分を傷つけたのはこのためだったんか。まずいぞ。このままだとオラ、いや、あいつらとクリリンたちが鉢合わせする。待て。うまく地球に帰っても、また父に怒られそうだな。こんな顔になっちゃって。ここを嗅ぎつけられたようです。もうすぐそこまで。言っておあげなさい、デンデ。あの地球の人たちはあなたを必要としています。わかりました、最長老様。どうか死なないでください。ま、いいでしょう。塵の一粒くらいは放っておきますか。何か用か。私はフリーザといって、あなたたちドラゴンボールは7個すべてを揃えたのですがね。どう？そこで教えてほしいのです。どうすれば願いを叶えられるのでしょうか。お帰り願おう。邪悪なものに教えることはできない。素直に話した方がいいと思いますよ。あなたを殺すぐらいわけはありません。お二人いらっしゃるんでしょう。どちらかの人から聞き出せばいいことでは。そうするがいい。だが
家の中におられる最長老様はドラゴンボールを作られたお方だ。もし最長老様を殺せばドラゴン、頼んだぞネイル、できるだけ時間を稼いでくれ。わかりました。なるほど。ですがあなたが殺されそうになっては最長老さんも言わないわ。そうたやすく倒されるつもりはないが、戦う場所を変え、最長老様は寿命が近い。ここま、参考までに。これからあなたが戦おうとしている私の戦闘力は53万です。ですがもちろんフルパワー。おざけ！